をついて作った餅のことである食事として、また菓子として食される。族には古代より主食の代用とされたうるちあわと粘り気のある餅あわがあり、あわ餅は餅あわをついて作る。作り方は各所によって差があり、餅あわのみで作るところもあれば、餅あわと餅米を等分に混ぜて作るところもある。族と餅米を混ぜる場合、両者は別々に洗い、 餅泡はそのままざるにあげ、餅米は一晩水につけた後、混ぜ合わせて蒸し、一緒に突きあげる。泡餅は古来より米の餅と同様に作られてきたが、江戸時代になると菓子として食べられるようになり、各地の盛り場などに店が立つようになった。これらの泡餅店は吉津張りでその場で泡餅を炊き突きあげるものが多く、突きたての餅に人気が集まった。特に、 江戸の目黒不動や京都の北野天満宮の門前のものが著名であった。小井川春町の金金先生映画部は、泡餅を焚きつき上げるまでの一睡のうちに、主人公が見る映画の夢を統制風俗を盛り込んで描いたもので、好評しというジャンルがこれによって確立した。江戸時代末期の記録として、突き上がりを一握り掴むと指の間で全く同じ大きさの四つの団子にし、 一軒ほど離れた、きなこの盆に投げ入れ、できた片端から盆に盛り、または、竹の皮に包んで客に食わせる、というパフォーマンスで人気を博した泡餅屋の記載が、類書、森定満光にある。このパフォーマンスは評判を呼び、歌舞伎や時和津節の演目にもなった。特に時和津の演目として、名高い泡餅は、この泡餅屋を舞台としたものである。現在でも、各地で、 泡餅は作られているが、食生活の変化により、泡の生産が減少するにつれて、族の入手が困難になり、生産される泡も高級化を目指した品質の良いものとなっていった。そのため泡の価格が上昇し、泡餅の生産は減少し、泡餅も米の餅に比べ一般的なものではなくなっていった。一方で、近年の健康志向の高まりにより、雑穀全般が見直され、 特に農村部において村おこしの一環として、泡餅やきび餅が地元農産物の加工品として作られ、販売されるようになり、きり餅の形でスーパーマーケットや農産物直売所、道の駅などに並ぶようになった。和菓子としては、特に京都の北の天満宮門前にある沢屋の泡餅や伊勢市にある赤福で8月に作られる八作泡餅、 岩田市三つけ地区の泡餅などが著名である。ABCD、辞典和歌詞の世界、中山慶子岩波書店 P132006 年2月24日、発行 ABC、飲食辞典、本山適州平凡社、P20 昭和33年12月25日、発行、K の和菓子、辻道湖中央口論新社、PP27 から282005年7月25日、 発行 AB、辞典和菓子の世界、中山恵子岩波書店 P142006 年2月24日、発行、K の和菓子、辻道子中央公論新社、P282005 年7月25日発行。ありがとうございます。